サイタクロム P450 オキシタアゼシトクロム P450 は特定の酸化還元酵素ファミリーに属する酵素の総称である。単に P450 あるいはサイプと呼ばれることがある。様々な機質を酸化し、多くの役割を果たす。肝臓において下毒を行う酵素として知られているとともに、ステロイドホルモンの生合成、脂肪酸の代謝や植物の二次代謝など、 生物の正常活動に必要な様々な反応に関与している。ナットフなどの電子共有体と酸素を用いて気質を酸化することも共通である。シトクロム P450 は細胞内の小胞体に多く一部はミトコンドリアに存在する。動物では肝臓に多く特によく研究されている。ゲノムプロジェクトによって一部の細菌を除く大部分の生物に その遺伝子があることが明らかにされた。例えば人には57個の遺伝子がある。また、植物のシトクロム P450 は、気質特異性が高く、多くの種類が存在するとされている。例えば稲においては、候補遺伝子が400以上も発見されている。しかし、機能が分かっているものは少ない。すべてのシトクロム p 百五十は、約五百アミノ酸残機からなり、活性部位に、 ヘムを持つ。保存されたシステイン残基と水分子がヘムの鉄原子にリガンドとして配位する。気質が酵素に結合すると水が外れ酸素が結合できるようになる。シトクロムとは以上のような構造的特徴及び反応過程で鉄が酸化、還元を受ける点で類似性があるが、シトクロムは一般に酵素でなく電子、伝達タンパク質であって機能が異なる。 一酸化炭素が還元型の酵素の活性部位の鉄原子に結合すると四百五十ナノメートルの波長を持つ電磁波に対し吸収極大を示すのでピグメント四百五十という意味で大村恒夫と佐藤亮により九百六十四年に命名された。シトクロム p 四百五十はアミノ酸配列の相当性に基づいて分類され四十パーセント以上相当のものをファミリー 55%以上相当のものをサブファミリーとして分類する。例えばサイプ 1A1 というように表記し、最初の数字1はファミリー1、A はサブファミリー A、最後の数字1が特定のタンパク質を示す。様々な取得ロム P450 の基質は使用性で蓄積すると毒になるものが多い。例えばポリエンカビフェニル。 フェノバルビタールをはじめとする薬物、ステロイドなどである。これら気質の多くには、シトクロム P450 の発現を誘導する性質もある。シトクロム P450 はこれらの分子を水酸化して排出されやすい水溶性の物質に変える。一方、 ベンゾピレンなどの発岩物質では逆にシトクロム P450 による水酸化で発岩性が生じることが明らかにされている。カルシウム喫香剤などでグレープフルーツジュースとの併用により副作用が増強することがある。これはサイプ 3A4 の活性が阻害され薬物の代謝が遅くなるためとされ酵素阻害と呼ばれる。逆に西洋オートギリは サイプ 3A4 を誘導し薬物の代謝を早め、酵素誘導と呼ばれる。この他にもシトクロム P450 が関係した薬物の相互作用があり得るので注意が必要である。その他、サイプ 2D6 などの遺伝的多型により各種薬物の代謝速度に個人差が現れることが知られている。サイプ51は現在、シトクロム P450 の存在が知られるすべての 生物種に見つかっており最も基本的な文庫だねと考えられている。これは多くの生物でステロイド性合成の基本となるステロール14、アルファダツメチル化高素活性を有しており、特に心菌では生存に必要なエルゴステロールの合成に関与するため、アゾール系などのシトクロム P450 阻害剤が殺菌剤、抗真菌薬として用いられる。 動物のステロイドホルモン合成においても、エストロゲン合成に関わる、サイプ19など重要なものがある。またプロスタサイクリンなどの合成にも関与するものがある。サイプ1、サイプ4はそれぞれ薬物代謝に関与するが、これらの酵素の誘導は、薬物がリガンドとしてある受容体に結合することにより行われる。関与する受容体は、以下の通りである。これらの受容体が、 リガンド結合後、DNA 上のプロモーター領域に結合して、核サイプ遺伝子の転写更新を行う。ありがとうございます。